チャップにからしを食関東人には理解不能どれ大阪スタイルの構えお好み焼きを食べてご飯で追っかけるよしやってみようDNA があるんちゃうか。皆さんこんにちは、こんばんは、ミッキーでございます。イエイ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 。なんかこうして見つめ合うの初めてのような気がするということで、君が世界の始まりという映画を今日見てまいりました。監督のね、福田桃子さんの作品、前のやつはね、見てないんですけども、ちょっとね、今回、初めてで、どちらかっていうとね、ブルーハーツの曲が使われてるっていうところに、つられて見に行ったんですけども、これがね、すごい、なんか、先入観がないせいもあったせいでね、すごい良かったです。でね、話としてはね、男二人、女二人の四人のグループの話と、男一人、女一人の、二人の話がね、並行して進行していくんですけどね。それぞれちょっとね、いろいろ、声に悩んでたりとか、家庭の事情でね、ちょっと嫌な気分になってたりとか、いろいろあってね、それがね、いろいろこう、交差するっていう話なんですけどもね。で、なんていうか、メインキャラクターが6人いるんですけどもね、なんていうか、印象的なエピソードで、キャラクターの、この、印象を決めるっていう手法がね、非常に上手でね。で、脚本も大変ね、素晴らしいんだと思うんですけども、演出とね、やっぱりね、監督のビジョンがね、かなりしっかり、なんていうか、撮影する前にね、この、福田監督、かなりね、きっちり、こういう映画を撮りたいなっていうのがね、多分、はっきりされてる方じゃないんや、かなと思うんですよね。で、この6人なんですけどもね。で、大阪のちょっとした街っていうことでね。で、学校と、街のショッピングモールと、あと、でっかいなんかタンクみたいな景色。だいたいその3箇所がね、メインで進むところでね。で、そのね、なんていうか、恋あり、悩みあり、いろいろありでね、非常にね、面白かったです。で、カメラのね、カット割りも独特でね、なんていうか、話してる人が真ん中にいて、こう自転車でね、くる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 回ったりとかね。あと、女性のね、この、顔のアップ、特にね、目をね、こうガッとこう、アップにする、撮影っていうのがね、非常にね、良かったです。ごめんなさい、前のね、美味しい家族見てないんでね、今回、なんかそういう、なんか、福田監督のね、好きなカットかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけども、すごいね、主役の二人のね、主役の二人っていうか、登場人物のね、こう、すごいメガネ綺麗でね、すごいね、こう、吸い込まれそうな感じでね。で、
脚本の方はね、結構な、こう、いろいろ変えてはる方みたいなんですけどもね。まあ、軸になる話がしっかりしてるのはあれなんですけど、このね、小ネタね、小ネタ。小さい、こう、登場人物が言う、さりげないギャグとかね、そういうのもね、非常にね、充実しててね、ほとんどね、映画の、こう、隙がなかったですね。こう、ぼーっとね、こう、なんとなく、こう、雰囲気でね、こう、逃げるようなことをするのは非常に嫌な感じの監督なのかなと思いますね。で、まあ、監督自身ね、なんか、この前、シネマンションでなんかインタビューされとって、ジャガモンの斉藤さんと、ね、友達やっていうぐらいから若い方やと思うんですけども、非常にね、映画自体、こうなんか落ち着いた貫禄のあるね、撮り方をしながらも、この、なんか危険な、こう、苛立ちとかね、衝動をね、うまくね、表現してると思いますね。うん。ほんでね、やっぱり、その、よくわかんないけど、この、目につくでかいタンクとかね、まあ、ショッピングモールっていうのはね、多分、その、まあ、そこにあって、何でもあるんだけど、何にもないっていうね、その空間作りっていうのが、非常にね、うまかったと思います。ですんでね、まあ、ぜひね、まあ、ちょいセクシーなシーンはね、あったんですけども、特に、グロいシーンとかもなかったんでね、まあ、映画がね、好きな方は、ぜひね、みんな、見ていただいた方がいいかなと思います。いや、ほんとね、非常にいい出来でした。ぜひね、前のね、その、美味しい家族っていうのが、ちょっとレンタルが配信であったらね、ぜひ見てみたいと思います。ではでは、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしかったらね、ぜひ、登録と評価の方もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。ありがとうございました。